お疲れ様です。今日はどこに来ましたか？徳山さんに来ました。何をする予定で来ましたか？新人研修で来ました。作業の方は何をするって聞いてますか？エクラーベの製作とコミュニケーションの製作と工場勤務です。じゃあ今日の一日に向けて意気込みをお願いします。レノバ山口のパートナーさんや小山さんのところで、いつも会場で応援してくれる人などを連絡するのが楽しいです。ファン企業の会社がどのようなことをしているのかと思っています。いきます。皆さんこんにちは。徳山の田崎といいます。今日は来ていただきましてありがとうございます。で、これあのメンバーの方映ってますけど、笑顔の前の方がちょうど入社してくれたので、今ここの、見えませんけど外から見てください。そこに絵が描いてます。 1.8 メートルの 3.6 メートルの窓ガラスに、なんとここの事務所ができたのも守るなら主義名称のベロカさんの事務所、特殊レカス、ここも特殊レカス堂から出てきたんです。最初あの屋内に、バラの前があってビニールハウスだったんです。そこで小学ノコギリは使ったことある？使ったあんまりないです。はい、そこをもう取っちゃってください。
ありがとうございます。どうですか？そうですね。私も、父がレノファすごい好きで時々一緒に行くんですけど、まあ、いつもあのゴール裏で見てるよりもとても近い距離であの選手たちを見ることができて、すごいゴールがすごいと思って見てました。まあ、なんかお二人ともすごい真面目できちんと話も聞いて気さくに、ね、他の彼らってかメンバーの方にも話しかけてくれたりとかいろいろとしてくれて、メンバーたちもあの一緒におったりとかした後にすごい楽しかった、すごいかっこよかったっていうふうに言って、あ、いい人だなっていうふうに思いました。自分は、文化祭とか全部文化祭とかで、まあ、使った記憶はありましたけど、まあ、竹を切ったのは初めてだったので、本当に、最後の切り切るところが難しかったな。そうです。僕は文化祭でも使ったことがなかったので、初めての経験で、意外とうまくできました。で、自分は得意というか、まあ、地味ですけど、まあ、好きといえば好きではあったので、一発で降り方もありましたし、緊張、周りがたくさんの人いたので緊張もありましたけど、うまくできたかなと思います。本当に教えてくださる方がとても優しい人だったので、僕の間違いをしっかり修正させてもらったので、本当に、まあ、いい経験できたなと思います。徳山さんの工場見学に行きました。行ってきます。我々がいますのは、あのこれ徳山駅があるんですけども、まあ、ここからですね、南下してきたところにあるこの東工場というエリアの、まあ、この辺りに今、まだいるということです。ということで、これがですね、レオロシールというものなんですけども、あの写真でいうところの一番左側のところですね、もうこういう粉といってもですね、例えば多くの写真。ちょっと実際に振ってみていただいても問題ないです。あの、はい、そうですね。で、その後ですね、あのその粉と、まあ、ガスをですね、分離する工程があって、まあ、不純物だ、塩素分ですね、まあ、これを除去する工程を終えて、あの貯蔵する。最後というか、ちょうど、まあ、これに出たというのがございまして、そこに製品をためる。で、そのたまった製品をですね、まず、敷地が本当に大きな敷地だったので、すごいなっていう感覚もありましたし、シリカ工場を見学してきたんですけど、まずシリカ自体が、意外と軽かったのがまずは衝撃を受けたので、10トントラックでも3トンぐらいしか入らないみたいなことを言って、そこは思ったなと思って、
そうですね、まあ、人はあんまり、人の数があんまりいなくても、機械だけでシリカを製造できるとか、本当にびっくりして、まあ、本当に効率がいいなと思いました。僕自身も新人研修の担当が今年初めてなので、あの試行錯誤の部分も多いんですけど、まあ、今回こうやって、クラブのパートナー企業さんの徳山さんにご協力いただいて、まあ、新人選手2人来ましたけど、まあ選手まあ、サッカー選手といえど、まあ、一社会人なんで、まあ、いろんなことをこう、ね、経験して学んでっていうのが大事だと思いますし、まあ、サッカー業界とはまた違ったこの業種の人とこうやってコミュニケーションを取って関わることも大事だと思うので、あの今回こういう企画というかをさせていただきました。いや最初めちゃくちゃ緊張してた、めちゃくちゃ緊張してましたけど、まあ徐々にやっぱり慣れてきて、ね、あのコミュニケーションを取るような姿もあの見れましたし、本当にいい研修になったんじゃないかなというふうに思っています。はい、サッカーやってるのが当たり前じゃなくて、まあ、こうやってね、あのいろんな人たちにこう支えられてこうやられてるんだっていうのをこう、まあ、気づきというか、学ぶいい機会になったんじゃないかなというふうには思いますし、まあ、そういういろんな方に支えられて、ピッチに立つあの責任感だったりね、まあ、そういうのも、これから思って、ね、プレーしてほしいなというふうには思いますし、まあ、やっぱり、サッカー選手なんて、ね、結果のところで、ね、やっぱりパートナー企業、ファンサポーターの皆さんにね、こう喜んでもらえるようなプレーを期待しています。パートナー企業さんである徳山さんの工場見学と体験してみて、改めて本当に応援されているっていうのも実感しましたし、自分たちは本当にそこで一致で輝けば、地域の貢献につながっていくんじゃないかと思っているので、そういうことを改めて意識したので、自分たちは頑張っていきたいなと思いました。はい、僕も同じくこのパートナー企業さんの徳山さんの、いろんな人を一緒にして体験できて、いろいろ、まあ、複雑なこともありましたけど、僕らも知らない部分を知れたので本当に良かったなと思ってますし、まあ、地域に貢献できるような、僕らも貢献できるようなことをどん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 これからもしていこう、いきたいと思いました。とても楽しかったです。ありがとうございました。